はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日、今週ですね、今週でいいんかな、この前の水曜日にですね、サロンワークをしに、勤務先の美容室にオープンから12時までの間、ちょっと短い時間なんですけども、出勤してきました。ね、まだ本格的に復活するわけじゃないので、お店側とよくね、話し合って、まず、ヤッスーに、この、立っていられるのか、お客様と会話できる体力はあるのかっていうのを試してみなあかんねってなって、まあ、無理を聞いてもらって、時短で、出勤させてもらいました。で、まあ、開店準備が整って、まあ、お客様がご来店された時にね、僕はこう元気よく、いらっしゃいませってこう言ったんですよ。そしたらね、お客様がね、いやー、やっすーやくんやないの、元気なったん、もう大丈夫なん、心配してたんやでってこうね、温かい言葉で僕を包み込んでくれましてですね、あのお迎えする側やのに、なんかお迎えされる側になってしまいましたね。ねえ、お店でお客さん待ってたの僕なんですけどね。まあそんな流れで美容室の業務が始まりまして、楽しく会話もさせてもらいまして、で、まあお帰りの際にね、また無理しなや、しんどかったら休んでええんやでっていう優しいお言葉をいただいて、まあ、その後無事に12時まで、フロアに立ってられることができました。ほんで、まあそのお客様が帰られた後に気づいたんですけどね、なんか背中ですかね、腰かな、ちょっと痛かったんですよね。まあ、ちょっとした筋肉痛のような、まあ、軽い張り、筋肉が張る感じをね、感じましたね。まあ、普段こうやってこう YouTube で立ってね、喋ってるんですけども、そのオープンから12時までっていうその長い時間をフルにこう家の中で立ってるほどの時間はやってなかったので、ちょっとあの体の変化に、まあ、自分でもちょっとびっくりしております。ね、まあ、たくさんの方々がそうやって直接言っていただけたりとか、ね、メール、メッセージ、LINE とかで無理しなやってこう言ってくれている、その無理するなよっていうのはきっとこういうことやったんやろうなっていうふうに感じました。ね、もう体でこう感じて理解することができたんで、ちょっとね、これちょっと注意して頑張っていきます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。